はい、どうも、こうでございます。さあ、また、前回の続きをやっていきたいと思います。15分動画なんでね、ほんと、途中になってしまう。まあ、あと、まあ、1週間もないかな。それくらいで多分規制が、解除されると思います。それではやっていきたいと思います。すげえパンチだった、今。で、外れた？お、また新しいスタイルになるのかな？さて、新しいスタイルはどういう感じなのかな？壊し屋？大きな武器の近くで自動で、これをオート武器掴み攻撃。どこにあんだ？おい、ちょっと動き遅えぞ、おい。どこにあんねん。これか。ああ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ここで、ああ、四角ね。物を捨てて、スウェイは、あ、微妙だな。これ、レジストガード。ガード？あ、素手状態かい。はいはい、攻撃して、はい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 、めっちゃやられまくってるけどね。オートバイ持っちゃうよ。オートバイ食らえい。死ぬ、死んでしまう。
おい、女の人が師匠か。不当。さて、立花不動産、劇場前広場、裏通りってこの辺だけど、これは変わんないんだね、スタイルが変わっても。ほらー、パイロン弱い。あ、2回押せばあれか。しかし戦いづらい。なるほどね。ここか。
おう。おい、外のお前。飯食うから財布くれ。やんのか。飯食うから財布くれ？意味がわからん。さあ、ついに所持金が1000万になってしまった。よいしょ。勘弁してください。申しません。さあ、自ら敵に近づく桐生さんでございます。まあ、金貯めるにはね、ちょうどいい相手ですから。いた。逃げんな、これ。さて、とりあえず今日はこれくらいにしようかな。とりあえずはここですね。目的地は、ここが一応アクアブリビルなのかな。アクアビルって呼ぶのかわかんないけど、とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。次回はね、この続きをやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。